かんざしは、1941年に公開された、小畜配給の日本映画。小畜お舟撮影所制作、モノクロ、16mm フィルムで、土橋式ホーンを採用した陶器作品。イブセマスジの小説、四つの湯船をもとに、監督の清水博士が自ら脚色した。夏休みに、山中の温泉宿に集った泊り客たちの長屋の、 ような人間模様を交えながら、落とし物のかんざしをきっかけに巻き起こる騒動と人間模様を描いている。制作当時は、日中戦争の泥沼と太平洋戦争海戦を控えた困難な社会状況でありながらも、人里離れた温泉宿を舞台にすることで、世相の厳しさが少し和らげられて、やや牧歌的に描かれている。あとに、 日本映画史を代表する俳優となる田中絹代と劉知衆がお互いにほのかな思いを寄せる男女を演じている。山中の人里離れた温泉宿に連下校の一団が泊まりに来た。この団体客は1階に泊まり、村にいるあんま18人のうち12人を借り切る。あんまにかかりながら、ある女性は宿に気難しい先生が滞在していると聞く。 宿の2階には、夏休みを利用して、東京から、気難しい、学者風の方だ号先生、商意軍人らしいおさめ村青年、若い広安と、妻、老人と二人の孫らが滞在していた。団体客を、賑やかというおさめ村、景気がいいという老人、派手という広安らに対して、先生は、団体客は、うるさいと当たりまくる。あんまを独占されて、 先生はさらに怒る。団体客の去った翌朝、2階の客らが露天風呂で談議していると、おさめ村が風呂の底に落ちていたかんざしで足を怪我して、歩行困難になる。ひたすら謝る、宿の亭主らに難癖をつけて怒鳴りまくる先生。おさめ村は、足に、かんざしが刺さったのは、情緒的ですらある、情緒が足に刺さったと言い訳して、先生をなだめようとする。ところが、 先生は別のことを考え始める。かんざしを落とした大田恵美という女性から手紙が来た。その女性はおさめ村が怪我をしたと知らされて見舞いに来ると電報を打ってきた。先生はおさめ村君が抱いている情緒的イリュージョンをぶち壊さないためにはかんざしの落とし主が美人である必要がある。かんざしの落とし主は美人か不美人かなどと言い出し、 広ロシらを振り回す。エミが宿を再訪する。エミは、おさめ村に謝り、二人は、芝生で談笑する。美人でよかったと喜ぶ先生たち。エミは、他の滞在客らと共に、おさめ村のリハビリを見守りながら、宿の二階で宿泊することになる。実のところ、エミは、東京で愛人生活をしていたが、嫌気がさして、男と別れるために家出してきたようだ。 息統合した2階の客たちが東京に戻ってからも時々都うと合意する中で戻る家がないと悲しむエミ。朝早く起きてラジオ体操や洗濯をする生活に慣れ迎えに来た友人を聞くにしばらく戻らないと断言する。再び来た電気工の騒音やあんまの件で起こった先生は帰郷。広安夫妻も東京に帰った。 納サ村も足が治ったら帰ってしまうと不安になるエミ。渓流の細い小橋を渡り、ついに石段も登り切った納サ村。老人と孫たち、そして、納サ村もついに帰ってしまった。一人寂しく残ったエミは、納サ村から来た誘いのハガキを読み、考えにふけりながら、納サ村たちと、リハビリや散策をして回った川や野原を散策する。ありがとうございます。